私は今カンボジアのリゾートアイランドロン・サンローム島に来ています。今日は島の海で遊んだ後バーに行っていろんな種類のゲームを楽しみます。今日は雨です。あ、いただきます。じゃーん、朝ごはんのトースト。朝食を食べ終えるとすぐに雨は止みました。ワンちゃんが海で遊んでいる姿、とっても微笑ましいです。ケインはこの頃日本語の勉強を始めてくれました。これを読みますか。部屋に小さなヤモリの赤ちゃんが来ていました。ドラえもんの息子でしょうか。今日は青水着を買いました。ということで、これから今日はこっち側、港の側と反対側の海に行きます。イエーイ。今いる場所が星マークの場所です。そこから20分間歩いて反対側に行きます。なんてことなの。なんでこんなに綺麗なの。え、なんで。歩いていたらたまたまとても綺麗な池を見つけました。まあ、行きます。よし。海が近づいてきました。やったぜ。おー、じゃーん、海。さあ、波は少し強めですが、海で遊びます。海から出てくる彼の姿に妖怪ヌラリヒョンを思い出しました。その後もただただ波との戦いを楽しみました。じゃーん、おやすみして夕日を待ちます。こんにちは。食べましょうか。食べましょうか。はい、ぜひぜひ。カンボジアコーヒー。おいしい。説明はできないけど、うん、美味しい。食レポに関してはもう諦めたようです。魔女の宅急便、キキーデリバリーサービス。ハウルの動く城、ハウスムービングカーソル。もののけ姫、もののこ姫、ヴィンセスもののこ。スタジオジブリは海外でも人気みたいです。夕日を見るために待っていましたが、今日はあいにくの曇りで夕日を見ることができませんでした。宿の方に戻りご飯を食べに行きます。夜ご飯では大好きなゆかりをご飯にかけます。あ、oh, that's good actually. ケインもゆかりを試してみました。味はなんとゼリーやお茶に似てると言っていました。確かにシソは葉っぱなのでお茶の味がするかも。 Thank you, happy ice cream. 今日は私がハッピーアイスクリームで勝ちました。東南アジアで何度も見てきたこのアイスクリーム、外側がもちもちしていて本当に美味しかった。私のお気に入りです。夜はバーでゲームを楽しみました。これはサッカーのゲーム。見た目よりも操作が難しくてめちゃめちゃ盛り上がります。これは5つの穴に先にビリヤード玉を入れたら勝ちのゲーム。
これもシンプルですが難しかったです。これは紐に吊るされたリングをフックにかけるゲーム。フックがリングにかかったら駒を自分の方に寄せます。先に駒が自分の方についたら勝ち。これはゴムでおはじきを飛ばし相手のゾーンに入れるゲーム。自分のゾーンの玉がなくなったら勝ち。一個も入らなかった、相手がいないけど負けた。これは2本の紐で木を操り玉を一番上まで届けるゲーム。穴が多すぎて本当に難しかった。ケインは1回で成功させてた。ジョンも大成功、おめでとう。日本でもおなじみのビリヤードがあります。国ごとにルールが違うのでそれもまた面白いです。こんな感じで島での一日を楽しみました。たくさん笑ったいい思い出です。明日は船で隣の島に移動します。それではおやすみなさい。